さあ、それではスーパーマリオデッセイの続きやっていきます。じゃあ今回はこの月の国裏のちょっと難しいところをやりに行きましょう。よし、じゃあその前にまずはオデッセイ号の中に入っちゃいましょう。さあ上の蓋から入る。おお、よし。お、ワンちゃんなんでここに、いつの間に連れてきた。よし、じゃあクローゼット、じゃあ今回はお任せでいきたいと思います。おお、結構いい感じ、なんか農作業員って感じだね。ほい、あう。さあ、なぜお任せかというと、このお任せ状態でマリオがやられると、あのやられるたびに服が変わるという仕様があるらしくて、それを見てみたいかなと思うとともに、やられるたびにコインが減ってなおかつマリオの姿も変わるから、どれぐらいやられたか分かりやすいかなと思ってやってみました。さあ、というわけで、じゃあまずはあそこかな。お、ここにもあるのか。うん、どっちから行こうかな。じゃあまずはキャッピーと一緒。いや待てよ、キャッピーに甘えた後だと結構厳しいかも、だからこっちから行こうか。よし、行こう。お、これは、え、蹴ればいいの。毒吐いてくるんでしょ。あ、食べた。さらにもう一発。あれ、なんかイメージと違うんだけど。あれ、あ、これなんかあれがついてるっぽいぞ。あれがついてるというか、色がついてるというのが正しいのか。これは、うん、ちょっと待って、出直し。いや、で、出直す必要ないかもだけど、まずはアミーボ忘れてた、いつでも使える。難しいとこやろうっていうのにすぐアミーボ使っちゃうんだから。ちょっと待って、これやり直し。よし、さてと、これは手で触るよりも Y ボタンで持って投げる。よし、さあこの状態で飛ぶ。よし、こういうことか。なるほどな、毒パックンの毒を利用していかないといけないんだ。お、お、あー、ちょっとこれはまずいことなったぞ。とう、え、だってて、踏み切りミス。よし、お、消せるの。いやいやいや、そこ穴あるでしょ。おー、怖っ。この石を使って消すことはできないかな。お、おお、ちょっとあいつ、よし、オッケー。ちょっと待って、なんか向こう怪しいんだけど、これ途中で落ちるんじゃないの。あ、そっか、石があればある程度わかるかも。いや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 、見えない。おそらくここから飛んで幅跳びでいけばなんとかなるんじゃないかなと思うんだけど、うん、下の方を見れば水流でわかるかな。よし、じゃあこのパックンの目というか根っこあたりを目安に飛びましょう。とん、やったー。よし、オッケー。お、入っちゃう。へー、チャレンジ透明ロード。うん、これは厳しい。ちょっとマリオ使っていい？ダメかな？ちょっと待って、これ。え？いや、ダメでしょ、これ。あ、ゆっくり行けばマリオが捕まってくれるに違いない。あれ？あれ？いや、意外とないのかな？穴が。ないんだ。すごいビビってた俺がバカみたい。いいけど。さすがマリオ、優しい。あ、よかった。実際これ崖つかまりあるのかな、ちょっとやってみてもいいかな。いや、落っこって終わりってなるとちょっと怖いし。すごいたくさんいる。さてと、ここからが本番か。まずは
と、あ、また踏み切りますミスった。お、よし、ここからが大変だぞ。あ、蹴るんじゃないよ。あれって普通に踏めばいいのかな。待てよ、これさ、広い広場に、広い広場ってちょっと言い方おかしいけど、広場に見えるけど四隅塗られてるし、真ん中に穴があるとかないでしょうね。よし、やっつけた。これはでででででで、よし、これはやっつけないともらえないっていうやつ。ででで、3ポイント受けちゃったこれ実質的に負けですね。よし、まあほら言うても普通ハートは6つにしとくわけだから負けじゃないっていうかちょっと待って、これ危ねえ。うう、さあ55透明ロード、よし、じゃあ今のうちにピーチ使っちゃおう。あ、セーブ中は使えない。ちょっとハートくれるまで間がありますね。よし、さあ早速難しかった。次はこっち。お、なるほど、ヨッシーとタンクロー、裏に何かあるかな。なんかありそうだけど見えないぞ何もないかな。いいでしょう。じゃあなぜあそこに通路と思っちゃうけど、タンクローで行くと何かあるのかも。あ、行けないか。まあいいや。おい、ダメか。なるほど。お、これはそっか、タンクローでやるんだ。隠しブロックはないかな。おっと、あれ普通に外れるな。照準がもうちょっと、照準ってさ、これずれてるのかな。同じ場所行くか。うん、じゃあ大丈夫だ。お、そういうこと。お、なんか変だねよくよく考えたらなんか変だねって、全然マリオのこと見てないじゃん。普段マリオさんはどういう姿で見られてるか。滑ることはないか。さあこれは探しがいがある。おーっと危ない。よし、おっ、おっと、やる、相殺した。お、なんか変だね。なるほどおい、やばい、相殺相殺、弾が撃てない。あー、よかった、リロードだ。なんか結構ジャイロ機能が主に右に、じゃなくてジャイロがなんかちょっとおかしくて、だんだん左の方に連れていくんだけど。よし、すごい、ちょっとずつ左の方に連れてくあそこだ。あら、消えたぞ。よし、お、あるある、オッケー。あ、あれ、よ、ヨシー、嘘、今ヨシー踏んじゃった。ちょっとマジか、ヨシーのところに戻んなきゃいけない。お、さあこれは、なるほど、
ッケー。ヨッシーと離れすぎるというか分離しすぎると元に戻っちゃうってことかな。踏んでないよね多分。ハート取っておく必要がないっていうのはいいよね、アミーボ様様。おっと、おお目の前、おびっくりした。あら、これどうやって取るの。ここに張り付いて取れってことかな。踏ん張りジャンプで戻ってこれるでしょうか。ちょっとこの状況で。さあ砲撃の中のヨッシーだよね。くそ踏ん張りが効かなかった。あそこの取っておけばよかった。よし、これはだー見事に失敗したじゃないか。これはもう一回、見えないぞ。あーしまった、タンクローがいるからちょっときついかな。ここから、ここからな、なんとか。あ、おっ、よし取った。あそこにもあるぞ、この後ろとかありそうだけど、タンクローを使って破壊しておこうか。おや、気になる場所だが。お、あ、ずれたずれた。よっ、お、あ、そうやって食べられる。へえ、すごい。よし、さあお体お借りします。よし、もうちょっとジャイロ強くてもいいかなって気がするな。あ、そうやりよる。よし、よし、よかった。どれぐらいいてくれるんだろう。なんか中途半端で気になるんだけど。おーおーおー、さあこれは、よっ、いやいやいや、お前じゃない。よーし、あ、なるほど、そういうこと。お金は大事。さて忘れ物はないかな。よし、大丈夫でしょう。あら、なんか足らないぞ。うん、どこか見落としてるっぽい。やっぱりここから見て左上の方かな。それかどこかのブロックの中に入ってるとか、下の方にはないかな。よし、おっとっと、危ない。さてと、何もない。こっちかな。あったあった。よし、オーケー。いや結構苦労したな。砲撃の中でごちそうさま、すごい。っていうか今更だけど、俺今クリスマスイブにこれプレイしてるからね。みんなが楽しくクリスマスパーティーとかやってる頃に難しいマリオやっていく。ここにあったかな。よし、怖い
あー、ちょっと、間違えて、間違えて、え、これもう、嘘。やっちゃった。いやいやいや、おー、格好変わった。麦わら帽変わんないじゃん。しただけなのかな。まさかフィールドの方で死ぬとは思わなかった。あ、使っとこ使っとこ。イエーイ。よし。本当はこのスーパーマリオも使いたいんだけど。さあ、ヨッシーさん多めだな。わあ、これはマリオのアミーボ使ってもしょうがない。ピーチさん用意しとこう。これさてと、よし、なんか変な音が聞こえてるけど、おっとな、あー、これちょ冗談じゃないぞ。おお、いれ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 、えい、わあ、多少のダメージは仕方、あー、ちょ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 、もうダメ、もうダメ。すごいね、アミーボ封じだ。もうピーチ使ってもしょうがないし、マリオ使ってもしょうがない。一応これハート増やすけど。そうきたか。でも多分マリオのことだから、そうだよね、取ったことになってるよね。さすが、何回植えればなんとかなる。ダメか、踏ん張りジャンプした後じゃないと上に行けないんだ。うん、オッケー。あ、うっそ、ちょ、それはないんじゃないの。やり直し。アウチ。うん、これあれだ、あのハート増やさない方がいいわ。リトライが早いからね。よし、行くぞ。何回もプレイすればプレイするほど早くいけるようになるっていうのはいいよね。やり込みというか努力が実を結ぶかも。おお、あー、これハート増やしとけばよかった。よし、お、さあこれでハートを回復して早く次に行こう。これ一発でクリアできたらかっこよかったんだけどな。まあしょうがない。うっそ、これまずこうやって登らなくちゃいけないのがなかなか大変。おお、おっ、わーっと危ない。あーっとっと、やっちゃった。もう意味ない。うん、お、さあ、これはまたすごい格好になったな。ここでプライドがある人だったらこれを超えてちゃんと取っていくっていうプレイするんでしょうけど、俺はそんな上手くないから普通にやっていきましょう。いけてないっていう、もう先行き不安。高くジャンプする、あー、そっかそっか、こうか。あー、ダメだ、特に関係ないや。お、あー、ダメだ、これ終わった、終わった。わあ、まだ諦めてない。結構頑張りジャンプが遅いからなかなかしんどいよこれ。ちょっと、よかった、よーし、すげえ難しい。 OK、 まあクリアできれば OK かな。しかし大変だった。というかここ本当になんかあれだよね。お、ちょ、危ねえ、なんか溶岩来るかと思った。よし、 OK。あそこやられちゃってもまた全てのフルーツを取っていくっていう男気プレイしてる人ってどれぐらいいるかな。さあ次はここか。
さてと、普通っぽいけどなんか崩れそうな予感がする。おお、なるほど。お、な、謎マンホール。え、なにこれ、どういうこと。怪しいんだけど。普通に行けばいいだけか。あ、嘘、行けると思ったのに今。マジか。ここさ、今みたいにちょっと足が速くなるような動作しないといけないんだね。さあ、ここからこうだ。おー、ちょっと結構低いな。うん、普通に歩いちゃダメなんだ。あ、そっか、帽子がないから。さあ、これは早く行けるんでしょうか。あ、しまった。これはまずいのでは。間に合わないどこじゃないよこれ。どうやって早く行くのこれ。え、ここから。これは絶対難しいパターンだ。うん、隠しはないかな。だよね、ぶつかっちゃうよね。ここでこうぶつかっちゃうってことはさ、どうやって行けばいいんだ。足を速くしながらぶつからないように。普通の幅跳びで行けるのかな。一応行けなくはないけど、足を速く行く方法どうだろう。やってみるしかないか。ここを、いや、普通に最短距離。いや、そんなことないよね。転がるのかな、やっぱり。いや、ダメだよね。幅跳びになっちゃうな。うん、やばい、クリア方法がわからない。だよね、登ってくれたりしないよね。じゃあこれ普通に行くしかないのか。うん、高さ足りないよな。ここ絶対難しいやつだ。タンクローさんを何か利用できないかな。ないよな。お、よし、まあとりあえず行くか。さあ、最短距離行くしかない。あ、こういうことなのかな。あー、ぶつかっちゃった。うわー、うん。お、さあ、ルイージの格好。兄さん、僕に任せてよ。さすがルイージ。ていうか、この転がるモーションってちゃんと空中にいたんだね。よし、来た。なんとか間に合いそうか。うー、さあ、この後が問題。おそらくだけど、これをうまく使っていくんじゃないかな。あ、行けなかった。はあ、幅跳び中はできないのか。じゃあどうする。あ、そっかそっか、そもそもキャッピー投げることができないからキャンセルできないんだ。じゃあもう普通にボディアタック使うしかないのか。こんな感じで。あ、ミスった。あー、うん。もしでこのボディアタックを連続ですることが一番早いのか。
いやいやいや難しい。これは新しいテクニック。さあどんどん衣装が変わっていって、今度はドクタージャンプ ZL。 ちょっと高さがないとあれができない、ヒップドロップができない。あれ、うん、これでいくのか。なんかそんなに速くなってないんだけど、やっぱり速度でいうとこれなんだ。あーダメだ、これは失敗。飛び越えるのはこれでいいとして、かといって速度が上がるわけではないんだよね。これで飛んだ後にどうしよう。転がった状態から普通のジャンプができないんだよな。うーん、しょうがない。じゃあやっぱり空中ボディープレスでいくしかないか。あ、ミスった、おしまいだ厳しい。なんとか帰ってこれた本当厳しいこれ。あ、ミスった。うーん、しょうがない、押し直しができればな。練習しとこう。他にもっと速くなれる方法があるかもだけど、なんだろう。あ、なんか足速いまま維持できる、そういうもんなのか。うん、ちょっとやってみよう。さてと、うーん、ちょっとそんなに変わってないかな。転がった状態から、まさかの練習してる時にそれないんじゃないの。お、裸パンツ一丁、これは来たんじゃない。マリオがこうやって手を広げてるダッシュポーズをずっと維持できればなんとかなる。なことなかった。おお、あー、落ち、くそやーマリオさんマリオ64が来たから勝ったと思ったのに、またかこれこれはちょっとあれだ、やめましょう。さあこれはしっかり踏んでからの転がり。うん、ここからダメ、知った。うーん、これ難しいぞ。なんとか間に合った。あっちの方から行く人っているのかな。あっちの方が簡単とか、あそこまで行ってようやく1個目、そして向こうで2個目か。結構きつくない？しかもなんかすごく障害物がいっぱいある。さあ次は、おー、
なるほど。あそこ行った方が早そうだけど、いや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 、ずいぶんまた、これは絶対難しいとこだ。でも少なくともあのムーンの方に行かないと話にならないの分かった。おっ、ちょっと今の速度落ちましたね。やめましょう。おっと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 、速度維持しながらあそこ登るのか、かなり厳しい。さすがマリオ。あ、ミスった。これ結構難しいな。わあ、ミスった。とりあえずムーンが1個取れればそれでいいから、なんとかならんかな。あ、引っかかっちゃった。うーん、悔しい。命あっての物種。よし、ハート増やしておこう。よし、勇気100倍。おい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 、危ない危ない。さあ行くぞ。よし、行けそう。あーっと危ない。あー、これはどうなる。チャレンジ消えるつつ、どどどどおい、オーケー。ここからが問題だよ。とりあえず行くしかないでしょこれ。いけるのこれ。マジか、嬉しい。さあ、ゴーゴー消える道路。いやー、ここほんと難しかった。大変だよ。結局のところこうやって最高速度作ったら、これもう手を広げてる状態をずっと維持する。これがなかなか難しい。いけるかな。うん、頑張るしかないね。いやー、大変だった。なんか麦わら率高いな。さあ、そして他にはあったかな。これが最後かな。うん、 OK。 いやー、分かってたけど想像以上に難しいのが最後に来たな。うん、 OK。 よし、じゃあとりあえず月の国裏はこれで OK かな。ブルーダルズたちは投資でやっつけといたことがあったから多分大丈夫でしょう。よし、あ、間違えた。マップリスト。お、あ、なるほど。ここから先はいわゆる謎解きとか宝探しなわけだ。あれ？にしてはちょっと多くない？こんなにあったっけ？まあいっか。とりあえず難しいアクション面はクリアできたからよかったかな。いやー、大変だった。本当にあれだよ、メリー苦しみます。最後の走るところも難しかったけどさ、あのマグマが襲ってくるヨッシーのところは本当に難しかった。あれ全部取れる人がいたら結構うまいと思うよ。よし、じゃあ今回はここまでにしておきましょう。ではまた次回よろしくお願いします。